正教会が正当とする第7回までの全地公会議の遺婚。全地公会議とは、全キリスト教世界から代表者が参集した公会議のうち、正教会とカトリック教会の両方によって有効性が認められている第1回から第7回までを言う日本ハリストス正教会の用いる訳語である。英語では、ファーストセブンエキュメニカルカウンスルズ。 コンスタンティノープル総主協調を名誉的なトップとする、聖教会は、協議としては、以下一覧に挙げる7つの全地公会議の決定事項のみを認めている。対して、単性論協会と呼ばれることもある日、カルケドン派聖教会所属の多くの協会は、聖教会の名を持つものの、公会議としての有効性を承認するのは、第3全地公会議までである。2016年に、 聖教会の主座主教たちによる会合が予定されているが、これは全地公会議ではない。第1第7全地公会は、下記の通りである、第1二カイア公会議アリウス派排斥及び二カイア新庄採択、復活祭の日付を確定。第1コンスタンティノポリス公会議サイン一体論の定義二カイアコンスタンティノポリス新条採択。 エフェソス公会に2回はコンスタンティノポリス信条の正当性を確認。ネストリウス派の排斥と神の母、聖神女論争の決着。カルケドン公会議ウ・テュケスラの唱えた単性論の排斥。この時、自らを単性論ではなく、愛称論であると主張し、この祭壇を不服とする日、カルケドン派聖教会が大規模に分立した。 第2コンスタンティノポリス公会議参照問題の、討議、カルケドン公会議の決定の再確認。第3コンスタンティノポリス公会議単位論の排斥。ホノリウス問題を討議。第2ニカヤ公会議コン破壊論者の排斥。大時の第一手術は、政教勝利の手術とされ、この公会議でコンの正当性が確認されたことを記憶する。ありがとうございます。